どうも皆さん、きっとこんばんは。武藤祐樹と申します。今日はですね、カードショップで買ってきた、カードたちをご紹介させていただければと思って動画を回しております。かなりの枚数が、ございますので、カードショップごとにですね、動画を分けたいなと思っております。まずは僕がですね、一番足を運ぶカードラボさんで買ったカードからご紹介したいなと思っております。かなりの枚数があるので、まずはバニラのカードからご紹介をしたいと思っております。では行きましょう。まずはこちら、王国500円ですね。なんか高いのか安いのかよく分からなかったんですが、近場のショップではあまり見かけないので回収してまいりました。500円。お次がこちら、ジレアの深淵の冥王、80円になってます。まあ100円200円で置いてるところが多いんですけど、まあ80円なら買いかなと思って買ってきましたよと。お次にこちら、ブラッドボルスですね、ウルトラレア、ゲームボーイの付録になってたやつですね。100円ならまあいいんじゃないかなということで回収してまいりました。お次にこちら、ガーネシア・エレファンティスことゾウさんですね。まあ200円若干高いかなと思いながらも、まあカードとの出会いは一期一会ということで回収してまいりました。200円。お次にこちら、デュエルリンクスで大活躍をしたアックスレイダーさん、こちらも200円。パラレルではなくてウルトラ、状態はねかなり良くて、まだ1枚も持ってないんで回収してきました。200円でございます。お次にこちら、海馬社長大好きのダイヤモンドドラゴン、こちらはちょっと値があって300円。状態はかなりいいんで買ってきました。あの海馬セットのやつじゃなくて、初版で出たダイヤモンドドラゴンになっておりますよと。美しいですね。続いてこちら、2頭を持つキングレックス、こちらも300円ですね。海馬セットではなくて昔から出てる方のウルトラレアですね。状態もかなりいいですね。続いてこちら、ゲームボーイの付属ですね、マグネットウォリアーベータですね。ちょっと文字が消えかかってて、状態はまあものすごくいいわけじゃないんですが、傷はそんなにないと、1枚も持ってないんで回収してきました。嬉しいですね。初めてのゲットです。続きましてこちら、暗黒士ガイアですね。2期の方のガイアですね。値段は100円。状態もかなり良くて、まあ、初期ではないものの、今2期もなかなか手に入りづらい価格になってるんで、かなりいい買い物をしたなと思ってます。100円です。続きましてこちら、こちらもガイアですね。値段同じ100円で、これはジャンプの付録になってたバージョンのガイアになっております。状態はかなりいいですね。最近はかなり状態がいいカードに恵まれて、かなり嬉しいですね。お次こちら、サファイアドラゴンのスーパーレアですね。値段は100円となっております。やっぱジレアのスーパーレアかなりいいですよね。昔ながらっていうところもあるし、最近のカードではバニラが光り物になることがあまりないんでですね、遊戯王らしさの良さがかなり光ってる1枚になっております。でこのサファイアドラゴンは2枚落ちてましたので、2枚とも回収してきました。2枚とも100円ですね。スーパーがちょっと分かりづらいか、めちゃめちゃいいカードですね。お次、ジェネティック・ワーウルフのスーパーレア、こちら50円ですね。たびたびストレージで見かけるカードにはなるんですが、自分は1枚も持ってなかったので買ってきました。値段50円。状態もまあまあいいカードになっております。お次、次も一緒ですね。ジェネティック・ワウルフ、合計3枚ですね、回収してきました。1枚目50円だったんですが、残りは100円でしたね。まあ、状態は、まあ、50円よりもかなり良くて、ほぼ備品といっても過言ではないウルフさんですね。合計3枚集まりました。これはかなりいい買い物ですね。お次、エクゾディアの右足が転がってました。これは2期のシクですね。枠キラが結構あるものの、まあ、200円ならいいんじゃないかなと思って回収してきました。一つ集めると他のパーツも欲しくなるんでですね、またストレージで見つけていきたいなと思っております。次、ボロッボロの千年の盾、200円。備品となるとなかなか値段も張ってくるんですが、これだけ傷だれになるともう100円200円で買えるカードにはなってますね。お次、
同じく漆区ですね、クイグルミの、ボロボロ300円ですね。まだ1枚も持ってなかったんで、とりあえず1枚欲しいなと思って回収してきました。300円なら、初めの1枚にしてはいいんじゃないかなと思っております。お次、今度はプレミアムパックですね。スモクイン300円、状態はものすごく綺麗ではないものの、許容範囲内の綺麗さでお値段300円、300円でコスモクイーンが買えるならありなんじゃないかなと僕は思ってますが、皆さんいかがでしょうかね。お次、クレセントドラゴン、こちらもプレミアムパックですね。これ500円なんですけど、結構綺麗なんですよね。端っこちょっと白かけはあるんですけど、かなりいい状態のものです。裏も傷はほとんど目立たないですね。これはめちゃめちゃいい買い物したなと思ってます。これはストレージじゃなくて、ショーケースに並んでたのを購入させていただきました。500円になってます。お次、ホーリーエルフの初期ですね。これ結構状態もボロボロなんですが、初期で500円というとこれぐらいの状態になるんですかね。まだ初期は1枚も持ってなかったので、見つけたんですぐショーケースから回収してきました。ちなみにホーリーエルフもう1枚あって、こちら2期ですね。2期になるとかなり状態も良くて、値段も100円ぐらいで回収することができました。やっぱりこの初期独特のシンプル背景かつの青、これがかなり光り物とマッチしてですね、好きな方が多いんじゃないでしょうか。ホーリーエルフ100円ですね。お次、デーモンの召喚のデュエルターミナルのジレアですね。デーモンのジレアがあるのを知らなくてですね、初めて見たんで、ストレージから回収してきました。値段が書いてないんで、多分これ30円ですね。30円ストレージで拾ってきたデーモンの召喚。お次、今度はビギナーズエディション1のスーパーレアですね。ちょっと状態は傷がついているものの、値段200円であれば初期カード好きの人なら回収するんじゃないでしょうか。めちゃめちゃかっこいい1枚。お次、今度もデーモンの召喚なんですが、こちらは高橋先生の書き下ろしの方ですね。値段100円になっております。状態もかなりいいですね。どちらかというと僕はこっちの絵の方が好きなんですが、皆さんはどうでしょう。同じデーモンといっても、もう別キャラといっても過言ではないぐらい絵が違うんで、好みが分かれるところかなというところですね。お次、逆転の女神のウルトラレア、これも高橋先生の書き下ろしですね。値段100円ですね。これもストレージで結構見るようなカードではないでしょうか。お次、ブルーアイズですね。みんな大好きブルーアイズ、150円で EX 版の初期ですね。バッサリ折れが出てますね。状態はかなり悪いんですけど、枚数をたくさん持ちたい人にとってはこういう歴戦のカードもいいんじゃないでしょうか。お値段150円でした。お次、お次もブルーアイズですね。これはココイチで特典となったカードで初めて出たやつですかね。ちょっとパラレルが見にくいんですけど、150円ということで、まだ3枚持ってないんで回収してきました。確か1枚持ってたんで、2枚ですね、見つけたので買ってきました。これも同じウルバラですね。お次もブルーアイズ、これは会話のデッキに入ってたやつですね。デッキの一番最新のやつですかね。ちょっと見づらいんですけど、ノーパラになっております。後ろが石板じゃなくて地球になってるところもいいなと思って買ってきました。お次もブルーアイズ、これはプリズマティックゴッドボックスに入ってるミレニアムウルトラレアですかね。値段280円、発売当初1ボックス買えたんですが、これは出なかったので買ってきました。280円のブルーアイズ。お次、次はブルーアイズとくればレッドアイズですね。城之内のデッキに入ってるノーマルで100円でどうかなと思ったんですけど、ちょっと1枚も持ってないんで回収してきました。探せば30円ストレージとかでもありそうなんですけどね。お次、今度はレッドアイズのジレア、デュエルターミナルですね。これも持ってないんで回収してきました。こちらは3枚かな。3枚回収してきました。100円2枚と180円が1枚。一発で3枚が揃った感じですね。で、レッドアイズはデュエルストレガシーバージョンですね。こちらもウルトラであったので買ってきました。200円ですね。でさらにビギナーズエディションの方もありました。スーパーレアで、これ80円、結構お安い値段じゃないかなと思いますね。なかなかビギナーズエディション版は落ちてないので、見つけた時はかなり嬉しかったですね。お次もレッドアイズで、これは皆さん馴染みのあるプレミアムパック版ですね。自分としてはこっちのプレミアムパック版の背景の方がかなりレッドアイズにあって好きなんですが、
なんで変わったんでしょうね。絵柄が見やすくするためですかね。僕は断然こっちの黒背景、紫かな、背景の方がレッドアイズが好きですね。これのプリシクとか出てくれると嬉しかったんですけどね、この背景の。続きましてこちら、レッドアイズの初期ですね。と、まあ、状態はもうボロボロですね。かなり傷があって、一度濡れた後に乾いたような感じの状態になってます。まあ、お値段2000円なんで、まあ、それにしてもいいんじゃないかなと思ってますね。レッドアイズの初期は2枚目になります。あと1枚どっかで見つけたら欲しいなと思ってますね。はい、ここからですね、ブラックマジシャンコーナーになっております。僕の一番好きなブラックマジシャンなんですが、まずは初期ですね。 EX80円、まあ、80円だけあって枠キラも目立ちますね。まあ、無限回収しておりますので、まあ、状態はそんなに気にしてはおりません。で、値段100円になるとですね、もうちょっと綺麗になっております。まあ、これでもまだ枠キラはあるものの、100円であれば全然買いじゃないかなと思います。値段200円になるとさらに綺麗になると。で、地味にスタジオダイス版、小さかった頃はこの腕組みのブラックマジシャンあんまり好きじゃなかったんですけど、大人になるとかなりこのブラックマジシャンも味の良さというか、このイラストもかなり好きになってきましたね。そして500円出すともうかなり綺麗、若干ここ傷ついてるもののかなり綺麗なブラックマジシャンですね。これもスタジオダイス版と初期のウルトラレアになっております。状態がいいのはかなり嬉しいですね。なかなか初期カードも傷ありが増えてますからね。そんでもって今度は EXR ですね。そちらになると200円出せばもう割と状態のいいカードが買えますね。めちゃめちゃかっこいい。で、300円出すともうかなり綺麗なブラックマジシャンを購入することができました。かっこいいですね。で、ブラックマジシャンでこっちですね、石版の方ですね、ビギナーズエディション版も落ちてました。150円。ビギナーズエディション版なかなか見かけなくてですね、自分の行くショップで見かけたら買うようにはしてるんですが、まあ、150円だとかなりいいんじゃないでしょうか。状態もかなりいいですね。お次も石版のブラックマジシャン、これはプリズマティックゴッドボックスですね、のウルトラ、ミレニアムウルトラですかね。300円。ブルーアイズよりちょっと値段が高かったんですけど、まあ、300円初めて落ちてるのを見たので買いました。あと2枚欲しいですね。3枚揃えたいところですね。で、お次も石版でプリズマティックゴッドボックスのブラックマジシャンのレリーフですね。これ1200円かなりお得なんじゃないかなと思って当時買いました。自分がプリズマティックゴッドボックス買った時はブルーアイズが当たってですね、ブラックマジシャンが出なかったんで買ってきました。お値段1200円ですね。ブラックマジシャンシリーズラストですね。ブラックマジシャンの初期になります。お値段2000円ですね。まあ、備品ではないものの、目立った傷というのはあまりないので、ファイルに入れて飾る分には全然いいんじゃないかなと思って買ってきました。ブラックマジシャンの初期2000円です。あ、ブラックマジシャンもう1枚ありました。最後はこちらですね、レジェンダリーゴッドボックスですかね、あれに封入されております、プレゴルですかね。お値段700円でした。未開封で700円であったんでいいなと思って、まだ1枚も持ってないんで回収してきました。バニラの締めを飾るのがこちら、ネオスのウルパラですね。お値段250円。これがお得なのかわからないんですけど、ネオスのウルパラってあんまり見ないなと思って回収してきました。バニラのウルパラってかなりいいですね。好きな人も多いんじゃないでしょうか。250円のネオスです。はい、以上がバニラのカードの紹介となっております。あまり長時間の動画だと見ていただいている方も飽きちゃうと思うので、この動画はバニラだけにしたいと思っております。また次の動画で今度は効果モンスターとご紹介させていただければと思いますので、ぜひご覧ください。それじゃあ。